はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。クールドックスのジョエルです。これはクラフツですね。いつだっけな、2016年だっけな、7年前ですねのクラフツの映像です。もうね、今もうね、これだからもうね、今日は2023年10月の6ですよ。すいません、これね、手ぶれ補正がついてないから、このカメラ、このクラフツ撮った時ですよ。だからもうあんまり見てるとね、もう目がチラチラしてるというか、なんかもう酔ったような状態になるから、すごい見にくいかもしれないですね。だからなんていうか、画面がこうガタ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 動くんですよ。これ僕が撮りながら、自分で僕が撮りながら歩いてますからね。今ほら影が映ってるでしょ、これ僕ですよ。それでね、なんだっけ、ちょっと待って、一瞬顔が映って、あ、僕の今のあの写真はなんで僕の顔が入ったんだろうか。今すいません、あのな、すいませんというか、まあ、僕が入れたんですけど、時々なんか昔の映像をちょっと入れてみようかなと思って、あの何、今のはあの毎年だから、そのキャンベラに行っていて、それで、キャンベラの、その、まあ、ドッグショー関係者ですね、そのケリーという女性がいますけど、そこの家でね、家で、まあ、撮った写真ですよ。そのケリーの部屋で、そのなんか後ろの赤いソファーが、まあ、今でも覚えてますが、ケリーの自宅に毎年毎年行って、そこでキャンベラのドッグショーに行ってました。まあ、思い出の一つとして今ちょっと出してみましたが、これは僕自身の犬、今目の前にあるこのロットワイラー、これ僕の犬ですよ。この犬を、直接自分の犬を飼いに行きました、ニュージーランドに。その思い出。はい、またクラフツの動画に戻ってきました。なんでこんなことを話しているかと言いますと、もうね、とうとう決めましたよ。もうね、あのね、だからね、いつからかな、ですからコロナウイルスが始まって、結局もうほら、もう世界がロックダウンしたでしょ。でもね、お金をばらまいたわけですよ、アメリカが。まあ他の国もそうだと思います、日本もそうですよね。まあ日本はそんなにたくさんのお金みんなには配ってませんが、あのアメリカはものすごい莫大なお金を配ったわけですよ。それでお金がだぶついてしまって、でもロックダウンしてるから、ほら商品はないでしょ。商品がないのにお金だけたくさんあるっていうと、どうなりますか。物が少ないのにお金がたくさんあるってなると、物の値段がどんどん上がっていくわけですよ。物がないんだから、買いたい買いたいって言ってるのに物がないわけですから、物の値段がどん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 上がっていくわけですよ。それでものすごいインフレになってるわけですよ。まあ僕なんかが言わなくてもご存知ですよね、皆さんの方がよくご存知だと思います。で、そのね、インフレだけじゃなくて、まあインフレだけじゃなくてというか、まあインフレになったもんだから、金利をもうね、そのインフレを抑制しようと思って金利をどんどん上げ始めたわけですよ。そしたらね、そのもう、極端に円安になっていって、もう150円ですよ今。150円、分かりますか。1万ドルの犬が、今まで 100万円で買えてた犬が150万円になってるわけですよ。分かりますか、それどういうことなのか。 1.5 倍になってるわけですよ、金額が。200万円の犬が300万円になってるわけですよ。高いでしょ。しかもそこにさらに、まあ、あのもうプーチンの野郎が、もう本当にすみません、野郎とか言って申し訳ないです、プーチンがウクライナを攻撃し始めましたよね。もうロシアがというよりもプーチンがですよね、よね、あれはね。で、あの攻撃し始めたために、今度は石油価格がじゃん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 上がっていって、もう皆さんどうですか今ね。ガソリンなんて大変ですよね、170円とか180円とか。180円ですよ、何その金額、1リットル180円ですよ。だって僕ね、20歳ぐらいの時ね、ガソリンって90円ぐらいでしたよ。まあ一番安い時ですけどね、安い時90円ぐらいでしたよ。ということはもう2倍になってるわけですよ。ですからもうね、輸送費がもうバカみたいに上がっていて、輸送費っていうのはだからほら、例えばヨーロッパ、アメリカからね、日本に犬を送る場合に、その
航空運賃ですよ、輸送費ですよ、もう想像を絶するぐらい上がってるわけですよ。この間60万円って言われたんですよ、ただ貨物で1頭犬を輸送するのに。ポーランドから羽田まで60万円。まあ今もうオーストラリアとかもすごい、もう50万円ぐらいはもう普通になってますよね。子犬でですよ、子犬で50万円ぐらいが普通になってますよ。そのまあ60万円って言ったのはポーランドはその政権のバーニーズでしたけども、あのね、東ヨーロッパの方はねそんな高くないんですよ、もともと政権であっても。まあオーストラリアはちょっと高い、子犬で50万円とかもそれはもうデタラメな金額ですけど、だけどだからね、結局ね、円安、インフレ、石油価格上昇、この3つがねもうどうすることもできないんですよ、本当に。なんかもうね、もう本当にもうね、どうすることもできない。これはもう僕の力なんかでとても、まあもう一人の個人の人間なんかの力ではどうすることもできないわけですよ。今椅子を持ち上げようとしたけど繋がっていて持ち上がりませんでした。今画像を見ましたか椅子を持ち上げてちょっと自分一人でちょっとなんか座ろうとしたら外れないみたいなね。これ全部繋がってますからね、これクラフト会場のこの椅子ベンチです。これ全部繋げてありますよ、結んである、なんか強い ロープじゃないけどなんか結んであるんですよ、一つ一つが。だから外れないですよ。だから1個ちょっと持っていこうと思っても持っていけません。これ何、ゴールデンかな、ゴールデンのジャッジやってますね。あ、それとシャーって言ってますよね。これパソコンがねシャーって言ってます。これね、あのマイクを使って録音してません。もうパソコンのマイクを直接使ってるので音も悪いと思いますよ。なんか僕が喋ってる声の奥でシャーっていう音が多分入ってると思います。これパソコンのマイクをそのまま使ってます。それでね、結局何を言いたいんだお前はみたいなね。まあそうなんですけど、あのね、とにかくね、輸入、犬を輸入するね、輸入費用がねもうちょっともう高すぎるもう高すぎるんですよ本当に。だからもうね、もう高いんですよとにかく、もう何百万でなるから。だからで安い金額でもちろん輸入して差し上げたいんですが、どうしてもね全ての費用がもう高いから、だからもうできないんですよ、どんなに安くしようとしたって。だからもう無理ですから、今日限りで、今日を境にして、今日は2023年10月6日、今日僕はもうね犬の輸入の仕事をやめます言ったとうとう、犬の輸入の仕事を僕はやめます、とうとう言ってしまった、やめます宣言、もう本当にやめる。もうホームページ見てください、もう閉じましたから、もう出ないから。爆弾発言したから突然なんか全然違う映像入れてみようかな。これね、グランプラスですよ、ブリュッセルの。もちろんこれ僕が撮ってますよ、僕が撮影してます。撮影って言うとちょっと大げさだけど、まあ僕が撮ってます。これスマートフォンで撮ってるからまたすげえ揺れるかもしれないけど、こう馬車が止まってて、うわすげえとか言ってましたからね。ここグランプラスっていう広場、ベルギーのブリュッセルですね。もうものすごい世界遺産です。これここの広場自体が世界遺産ですよ。もうねびっくりしたから、僕最初ここに来た時、なんじゃこりゃと思いました。本当になんて素晴らしいところなんだろうと思いましたね、本当に思いました。まあまあいいんですけど、まあ、知らずにねふらふら歩いてたらここに出たんですよ。びっくりしたかな。てかもうガチャ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 ガズ、なんか画面が揺れるからちょっと本当ちょっと酔ったような状態になりますよね、すみません。これグランプラスです、ブリュッセル。すっごい綺麗でしたよ本当に。なんかもっとなんていうか落ち着いた撮り方すればいいのに、ちょっとねまだ下手ですよね本当にね、撮り方がね。まあこの時はね本当もう皆さんにお見せするというような感覚があまりなかったから、もう画面揺れっぱなしみたいなね、すいません。でなんてだからね、もうやめるっていうかね、もうね依頼者の方、その犬を輸入する依頼者の方のためにもちょっともう高すぎるから、もう今犬がでまだまだどんどん上がりそうなんですよ。だからもう今までの犬はね、まあもうあれですよ、今進行中の犬はもうそのままやります、もちろん当然ですけど、ちゃんときちんと最後までやりますが、もう新規の、新しく犬を探すとかもうやらない、もう一切すいません、もう申し訳ないです。今進行中のものだけ、進行中の犬だけで、あとはもう終わります。すいません。もう本当に
これ冗談じゃないですからね、これもうやめますよ。もう20年間犬の輸入やってましたけど、もうとうとうもうね、これはもうやめます。値段が上がりすぎる、もう円安とインフレと石油価格の上昇で、もうとにかくもう何もかも金額が高すぎて、もうちょっとだから犬一頭輸入するのにものすごい莫大なお金が必要になってくるわけですよ。だからもうちょっとやめる、これは依頼者を保護するためにもやめます。どんどん上がっていくから、もう今も進行中で上がっていってますもん、金額が。だからもうちょっともう無理なんですよ。はい、またクラフトに戻りましたブリュッセルからまたクラフトに戻った。どっか違うトークショーも出そうかな。なんだっけそれで。そうだからね、もうちょっとね、そのそういうことなんですよ。でもう僕はだからもうしょうがないから旅人として生きていきます。これからもう世界中をただひたすら旅して回って、ぐる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 世界中を回って生きていきます。職業旅人だから、今までは犬の仕事でこう世界中を回っていたので、そのほらすごいちょっと大変じゃないですか。だって仕事で行ってるってなるから、ほらなんかね、その仕事しなきゃみたいなのがあるけど、もう今からはもうなんか仕事で世界にを回るわけじゃなくて、ただもう旅人、旅人としてこうスナフキンみたいな感じで、もうスナフキンをご存知じゃない方はムーミンを見てください。スナフキンって出てくるから、あのスナフキンみたいにただあの旅をして世界をぐる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 年がら年中回りながら生きていきます。で仕事はもう投資、投資だけで生きていきます。投資家、あ株だけではありませんが、もう投資ですね、投資家として生きていきます。でもう普段はただ世界中をぐる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 ただ回って旅をしながら生きていきます。よろしいでしょうか皆さんまあもちろんまだそんなお金がたくさんないから、そんな今すぐにぐるぐるは回れないけど、今なんか今はもうただ自分の家の中でぐる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 、ただ同じ部屋の中でただ同じ場所をずっとぐるぐる回るぐらいしかできないんですけど、そのうちまあね、収入が増えてきたら世界を旅しながらずっとただ旅人として生きていきます。今すぐはちょっと難しいかもしれないですね、旅人は旅人って自分のなんかパソコンからトイレに行くまでぐらいの 旅しかできないですね今は。だけどまあそういう風にしていこうと思っています。それでは皆さん、あちょっと待って、なんだっけ、何を言おうと思ったんだっけ現在進行中の犬はちゃんとやりますから心配しないでくださいね。それとあとなんだっけ、あのこの YouTube のチャンネルも閉じません。別にこの YouTube チャンネルはまた時々アップしていきます。全然もちろん犬の話もやりますし、っていうかあのほらまあ犬の輸入の仕事やめるって言ったって、もう犬を愛してるんですから僕は。だからなんかそのほら犬の世界と完全に断絶するとかね、そういうことはもう多分もうありえないんですよ。それはもう多分もう一生多分関わっていくと思うんですよね。だからあのもう犬のそのほら例えばもうドッグショーに全然もう行かなくなったりとかはしないですよ。もちろん時々日本のドッグショーにも行きます。まあ僕が行こうと行きまいと皆さん関係ないかもしれませんが、まあまあ時々見かけると思いますよ。だからまあ日本のドッグショーにも行きますし、海外のドッグショーももちろん当然行きますし、やめるって言ったってねえやめるって言ったってやめれるわけないじゃんみたいな部分はまあ当然あるわけですよ。ここまで深くもう関わってますから、だからいろんな犬とも関わったりいろんな人とも関わってますから、ドッグショーの関係者の人たちと。だからそのね、その何やめるって言ったってねえ、まあそういう部分はありますよどうしても。だけどその何これ、なんかずっとリングの真ん中ばっかり映ってる。ちょっと待ってください、なんか変えようかな。あ今のロットワイラーのジャッジもそうなんですけど、この動画もそうですけど、あこのセントバーナードもそう。うわこれすっごい大きかったんだよな、覚えてる。あのあれですよ、これだからブリュッセル、さっきグランプラス出たでしょ。だからベルギーのブリュッセルで開催された、これワールドドッグショーだったかな、ヨーロピアンドッグショーだったかな、どっちかです。これすっごいでかかったですよ、このセントバーナード、ヨーゼフみたいなね
ハイジが、ハイジを分かんない人にヨーゼフって言ったって、何ヨーゼフってみたいなね、ことになるかもしれませんが、だからあのなんだっけ、そうだから犬という生き物を僕は愛しているわけですから、だからそのそして20年間も犬のことをずっとやっていて、そのやめるって言ったってそのねっていう部分はもちろんありますよ。そして、まあ、海外のドッグショーも多分しょっちゅう行くし、そして日本のドッグショーにも、まあ、今まで以上に日本のドッグショーにも顔を出すかもしれないですよね、もしかしたらね。だからあのだって仕事じゃないってなったら、ほらもう本当自由な気持ちで遊びで行けるんじゃないですか。もう遊びで行きたい、本当に。もう仕事だとね、もうなんか目が三角になってね、なんかもうなんかねね、なんか緊張状態がずっと続いてるみたいなんじゃないですか。だから遊びで行ったらただうわー綺麗だなーみたいな感じでただ見ればいいわけですから、関係ないから、そのなんか目が三角になる必要ないわけですよ。だからそういう風な感じで行くかもしれません。で、まあ、海外のドッグショーはもちろん当然行きますし、ちょっとねだからね、やめると収入がパッてなんかもう今日でやめるわけですから、もうなんか何本当にもうもうマジでなんかもう小鳥たちとずっとお話しして暮らすみたいになるから、もうね本当にもうケアンテリアいいわ、好きだケアンテリア、ケアンテリアすごい好きですね僕は。それなんだって、だから収入がなくなるから、だからほらあのちょっとお金ないからしばらくは、だからその投資でやるって言ったって今もう株価すげえ下がってるからだから投資してるお金の半分ぐらいになってるんですから、もうマイナス2分の1、いやマイナス2分の1じゃなくて2分の1マイナスみたいになってますから、だからもう全然もうしばらくはもう何、だから1年ぐらいはねあんま読書とかもいけないと思いますよ。だから残りの仕事、ほら今まだね残りの仕事が、だからまああと半年ぐらいまで、まああと1年ぐらいまで残ってる犬もいますが、もうそれはもう1頭か2頭ぐらいで、あと半年ぐらい、もうねちょっともう本当もうちらほらですよ。でその犬の仕事で海外に行くことはもちろん当然ありますが、それ以外ではちょっとしばらくおとなしくしとかないと、僕はもうお金がないんだから、でももう本当にもう小じきマジでもうなんかもうマジホームレスになるかもしれない。でもうそれでもいい、ちょっともうね犬の輸入のね費用が高くなりすぎてね、これちょっと依頼者の人たちにねちょっとほらものすごい高いお金を金額言わなきゃいけなくなるからと思ったんですよ。もうバカ高い金額になってしまうから、もうこれちょっともうダメだと思って、もうこういう風にすることにしました。だからちょっと1年ぐらいっていうか、なんかほら株価がねなんとか動かないと、今下がってるからもうどうしようもないから、だからちょっと1年ぐらいかけて、なんかちょっと考えてみようかな。でも犬の仕事はもうここで一区切りつけてやめます、とうとう言ってしまった、もう犬の輸入の仕事をやめます。それでは皆さんね、それでは皆さん、また海外のドッグショーでも僕を見かけられると思いますが、その時はまたよろしくお願いします。日本でもそうです、日本でもね、まあ大きなドッグショー、桜アニュアルとかももちろん必ず行きますし、まあインターとかね時々どっかでね、うわウエスティ、ほらウエスティかわいいね、あのご覧になられるかもしれませんが、もうその時は僕はもう犬の輸入の仕事やってないから、旅人だから仕事、まあまあ投資家なんですけど、投資家ってなんかね、うん、まあ旅人、仕事旅人、おかしいね、やっぱ投資家だな、投資で生きていきます。だからもう犬の仕事をやりませんから、それでは皆さん失礼します、バイバーイ。まあこのチャンネルまた続けますよ、だから時々またアップしますからご覧になってみてください。それでは皆さん失礼します。これ僕が触ってますからね、僕の手です、これ。